こんばんは、藤本博史です。前回のラジオ動画第193回目の動画にいただいたコメントを読んでいきたいと思います。脳筋人間さんありがとうございます。藤本さんこんばんはです。サムネイルの女の子ですね。前回のラジオ動画のサムネイルの女の子、アゲハさんだったんですけども、サムネイルの女の子が例の車を運転してるんじゃないかという話がちらほら聞きますが、日曜のプリキュアで出てくるってことは4話から反射しているのも撮れるんですかねとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、まあわからない方に少し説明してするとですね、まあひじりあげはさんというキャラクターがね、まあ今週ヒロプリの4話で初登場したわけなんですけども、ヒロプリのオープニングでですね、めちゃくちゃごつい車が出てきて、それにね、なんかすごくなんかソラちゃんたちが乗ってるっていう描写があるんですけど、運転席だけね、なんかガラスが反射して見えないんですよね。でそこがなんかアゲハさんなんじゃねえかっていう話をしてたんですけど、まあ4話でアゲハさんが乗ってた車が全く同じだったので、まあこれは確定でいいんじゃないかなと思いますね。そのうちね、オープニングのあの反射も撮れるんじゃないかなと思うんですけども、アゲハさんですよ。今週のね、ヒロプリ第4話で初登場したヒジリアゲハさんなわけなんですけども、いや、いいキャラクターでしたね。なんか、このヒロプリ4話って、まあ、キュアプリズムの初変身会ではあったんですけども、それと同時に、ヒジリアゲハという人物のものすごいこうインパクトを残した回でもあったなぁと思って、なんかこのあの大人なお姉さんがこれからプリキュアになるのはすげえ楽しみだなぁと思ったんですよね。なんかちょっと自分このヒロプリを見てて4話見て思ったのが、あのデパプリ、前作のデパプリですけど、マリちゃんっていう存在がめちゃくちゃでかかったじゃないですか。そのプリキュアたちを支えてくれる大人のねポジションですけど、その大人のポジションの中でもかなり本当にできた大人だなっていう印象が自分は強いんですけど、なんかアゲハさんってあのちょっとポストマリちゃんじゃないですけど、でもまあアゲハさん自体も大人のポジション、成人女性っていう設定ではあるけど、でもやっぱりプリキュアとしてこれから成長していくんだっていう精神的に弱い部分もあるんだっていう多分描かれ方もすると思うので、マリちゃん的なその頼もしい大人の要素も持ち合わせつつ、その弱さもあるような、そういう描かれ方を自分アゲハさんこれからしていくんじゃないかなと自分は思っているので、なんか自分すげえそれ楽しみなんですよね。自分デパプリでマリちゃんかなり好きなので、まあ皆さんもね、マリちゃん好きだよって方は多いと思うんですけど、だからそのアゲハさんのね、これからのポジション取りというか、あの、どういう、これから、こう、活躍というか、どういう立ち位置になっていくのかっていうのは、すごく楽しみですね。なんかやっぱりこの、今週やっぱキュアプリズムっていうプリキュアが初めて出てきて、多分今週改めて見て思ったのは、ヒロプリっていう作品は結構やっぱり二人はプリキュアのオマージュというか、そういうところのリスペクトがすごくある作品だなって改めて思ったので、多分4人のプリキュアは出るけど、結構スカイとプリズムが結構メインになってくると思うんですよ。だからそこに対してウィングとバタフライがどうこう立ち回っていくのかっていうのを見るのもすごく楽しみなんですよね。いやー、20周年作品にふさわしい、本当になんか楽しい作品だなと思いますね。うん。で、そういういろんな真面目な要素というか、そういう楽しみな要素もありつつ、カバトンさんみたいなコミカルな要素なんかもあったりして、結構コミカル色も強めなんですよね、ヒロプリって。それもまた良くて。いや、まだ4話ですけど、めちゃくちゃ楽しいなって思いながら、毎週見ております。うん。いいですね。本当にヒロプリ、楽しいですね。これからね、多分ウィング関連もいろいろ出てくるのかなって思って、めちゃくちゃ楽しみですね。うん。もう語り始めるともうどんどん語っちゃうんで、こんな感じで一旦終わろうと思います。ということで、脳筋人間さんありがとうございました。噛んじゃった。ということで今回も始めていきましょう。第194回目のラジオ動画ですね。始めていきましょう。
改めまして藤本博史です。この動画、このラジオ動画、このラジオ番組はですね、プリキュアが好きな大人、通称大きなお友達という存在に向けて作っているラジオ動画、ラジオ番組でございます。プリキュアという番組はそもそも小さな女の子、男の子のために本来あるべき番組なんですけども、それにハマってしまった大人、通称大きなお友達と言われる存在の我々はですね、なかなか肩身が狭いというのが現状でございます。なのでそんなせめて大きなお友達界隈に向けてこのラジオ動画作っております。皆さんからの意見を募りまして、それを自分が紹介していく、また自分自身藤本博史の意見もたくさん喋っていこう、そんな感じのラジオ動画になっております。ということで、いやー、ありがたい頃で今回で194回目ということで、よう続いてるわという感じなんですけども、いやー、本当にね、皆さん毎週コメントたくさんありがとうございます。すべては紹介できないんですけども、一部抜粋して読ませていただきたいと思います。ということで、ですね、こうちゃんさんかな、ありがとうございます。藤本さん、こんばんは。デパプリ感謝祭のアーカイブ配信期間ギリギリまで視聴し、終えた直後に書いています。キャラクターショー、朗読、生アフレコはもちろん、すべてが素晴らしい内容で、期限まで何度も何度も見返しました。最後の挨拶では声優さん一人一人の言葉に毎年心がグッときています。ゆいちゃん役の菱川さんが感極まって泣いていたシーンや、自分を振り返って夢は叶うんだと言っていた姿は感動でした。みんな迷いや葛藤も持ちながら1年間様々な思いで本気でプリキュア声優に取り組んでいたからこそですね、ヒロプリの声優さんたちも来年の挨拶で充実した時間を残せるよう1年間頑張って楽しんでほしいですね、と、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、まあアーカイブの視聴期間が終わってしまったので、もう多少ネタバレになるようなこと言ってもいいのかなと思うんですけども、まあデパプリ感謝祭が改めてめちゃくちゃ良かったぞという話なんですけど、まあこのこうちゃんさんもおっしゃってる通り、最後のね、あの演者さんたちからのこうメッセージみたいなのを喋る場面が最後の方にあるんですけど、やっぱそこでやっぱなごみゆいちゃん役の声優さんがね、最後やっぱ座長ですから、そこで一番最後のトリを務めるわけなんですけど、いや本当に感極まっちゃって、もう泣きながら喋るんですよ。でもやっぱ泣きながら喋るわけにはいかないからね、やっぱそこにも責任感というか、責任はもちろんあるし、座長として物語を、作品を締めくくらなきゃいけないっていうので、なんとかこうね、我慢しようとして、なんとかこう立ち直ろうとするんだけど、でもやっぱり泣いちゃって、周りのみんなにも支えてもらいながら最後こう言葉を喋るっていうシーンがあったんですけど、あそこはやっぱりデパプリっていう作品を1年間追っかけてたファンだったら絶対泣いちゃうなと思いながら、自分も泣きながら見てましたけど、本当にあの言葉一つ一つが本当に心がこもっていて、嘘なしの言葉なんだなっていうのが伝わってきたし、あのそれと同時に自分は感じたのが、やっぱりまあどの作品でも当たり前だと思うし、当たり前といえば当たり前の話なんですけど、やっぱりプリキュアを演じるっていうのは相当なプレッシャーなんだなと思って、言うてゆいちゃんの声優さんって10代、まだ10代なわけじゃないですか。まあそのデパプリ始まった当初は現役高校生声優がプリキュアになったって話題になってましたけど、もうそんな人がさ、もう自分より一回り年下なわけですよ。自分もう30近いんで、そんなまだまだね、こうこれから頑張るぞっていう段階のもう新人声優さんが20年続く作品のシリーズの作品のその座長を務めて演じなきゃいけないっていう、そのプレッシャーたるや、どれだけの重圧だったんだろうなと、もう想像ができないですよね、我々一ファンからしたら。なんかもうそれを1年間やり遂げたっていう、そのまあある意味安堵の涙だったのかななんても思ったりしたけど、でもやっぱりそこでやっぱりね、プレッシャーがあってっていうので、その周りの声優さんたち、演者さんに助けてもらったっていう話もしてらっしゃいましたけど、もうなんかそういうのを見たらさ、うわうわ大変なんだろうなって思っちゃって、なんかそれ二重の意味で自分ちょっと泣いちゃったっていうのあるんですけど、だからそういうのを見て、今ヒロプリやってるじゃないですか。その広がるスカイプリキュアの声優さんたちも今多分ものすごい重圧と戦いながら演じてると思うんですよ。
それこそ今のヒロプリって20周年作品ってもう大々的に打ち出した作品で、もう1話とかもツイッターのトレンド総なめとかにして、めちゃくちゃ今話題になってる作品なわけですよ、ヒロプリっていうのが。なんかそういうのをやっぱこう主人公たち、プリキュアを演じてる声優さんたちっていうのは、なんか本当になんかすごい人たちなんだなぁと改めて最近感じてますね。スカイももちろんですけど、プリズムの声優さん、マシロちゃんの声優さんなんかはね、そのヒーリングとプリキュアでラビリンっていう声優もさんもねやってたんですけど、なんかそれもまた違うプレッシャーなんだろうなって思ったりして、そのいわゆる過去にしかもメインキャラクターでその演じていたっていうので、多分そこら辺もこう重なってプレッシャー感じてんじゃないかなとか思っちゃったりして、なんか本当になんかそれをこう一ファンとして、それを毎週そういうプレッシャーと戦いながら本気で演じてる人たちのこう作品を見れるっていうのは、なんかすごく幸せなことなんだなと自分はこう最近ひしひしと感じていますね。うん、なんかこうアニメーション作品ってなんか声優さんの演技だけじゃなくて、そのアニメーションのもちろん作画とか演出とかいろんな要素で楽しめるわけじゃないですか、アニメって。なんかそのよくね、大御所声優さんがおっしゃってたりしてるんですけど、アニメは総合芸術だっていう話をよくしてらっしゃるんですけど、なんかまさになんかこうね、見るだけの情報だけじゃなくて、やっぱ聞こえるもの、音楽もそうですけど、やっぱ声優さんのそういう演技っていうのもなんかもう芸術なんだなと思って、なんか本当になんか毎週すごいもの見てるんだなと思っておりますね。うん、なんかデパプリ感謝祭を見て、なんか本当にひしひしとそう感じております。うん、なんか毎週幸せな経験してるんだなって思ってます。はい、という感じですかね。ということで、こうちゃんさんありがとうございました。ということで、次のコメント読んでいきたいと思います。ドラゴニックマインドさんありがとうございます。藤本さん、今週もおぽつです。ヒロプリ2人目のキュアプリズム、あざとホワイトというかあざとピンクというか、今作ヒロプリ全員あざとキュアの要素がありますね。追加キュアも含め、ますます楽しみですね。そして前回のラジオ動画、全プリキュア展の話題がありましたが、自分は本州方面で仕事は行けないので、自分は、本州方面は仕事等で行けないので、代わりといってはなんですが、人生初プリティストア出張展 in 札幌に行ってきました。以前も札幌でプリティストア出張展が開催されたようですが、まだその時は足を突っ込んでいなかったので全く知りませんでした。いろいろあるんですけども、予想以上の最高の一日になります、なりました。藤本さんやみんなさんは今年プリティストアに行く予定はありますか？長文失礼いたしました、ごきげんようとコメントいただきました。ありがとうございます。すいません、一部抜粋してコメント読ませていただいたんですけども、プリティストア出張展行ってきたということで、いいですよね。プリティストアもね、またね、いい空間なんですよね。なんか本当にね、プリキュアファンにとってはもう聖地みたいな存在ですけど、まあ、プリティストア常設店が東京、大阪、横浜とかでしたっけ ?3 店舗ぐらい確かあったはずなんですけど、まあ自分もね、そのドラゴニックマインドさんと同じ地方勢なので、あんまりこう行く機会がないんですけども、まあでもそういうところにもね、出張店っていうのがね、プリティストア地方に来てくれるんですよね。毎年いろんなところでやってくれるんですけど、自分もね、青森県の人間なんですけど、五所川原市っていうね、自分が住んでる場所からだと車で1時間以上かかっちゃうんですけど、その五所川原市っていうところにあるショッピングモールに、まあ毎年かな?多分毎年冬頃に、プリティストア出張店が来てくれるので、まあその時に自分は行ったりしてますね。プリティストアもね、またこう夢の空間ですよね。なんかプリティストア、もうプリキュアのグッズがたくさんあるわけですよ。めちゃくちゃ幸せな空間だなと思うんですけども、藤本さんは今年プリティストアに行く予定はありますかということなんですけども、あのですね、プリティストアとはまた別になるんですけど、ちょっと今年のね、夏か秋かどのぐらいだったっけ、ちょっとちゃんと調べてないんだけど、あの東京に行こうと思ってまして、それはなぜかというと、あのプリキュアのイベントに行きたいなと思っていて、あのね、レインボーフレーバーっていうものがあるんですよ。まあ非公式になるんですけど、まあちょっとプリティストアの話題とそれちゃうんですけど、
レインボーフレーバー通称レイフレっていうプリキュアの同人誌、同人グッズを、まあ、販売する非公式、プリキュア非公式のイベント、歴史のあるイベントなんですけど、自分数年前に出展したんですよ、サークル側として。でもそれ1回きりで全然出展できてないので、今年はなんとか時間作ってまたグッズ、自分は絵描けないのでね、同人グッズ作れるんですけど、ってか同人グッズ作ったんですけど、過去に、今年も同人グッズ作ってまた今年行きたいなと思ってますね。でそのついでに東京駅にあるプリティストアにも行きたいなと思ったりしておりますね。うん、ちょっとね、ここで宣言しておかないと多分どんどんズルズルとなっていく気がするので、いやー、でも何作るとか全然考えてないんだよな。いやでも行きたいんだよな、あの空間にまた行きたいともう日々思っていたので、行きたいなと思います。はい、という感じでプリティストアもね、その時に行きたいと思います。という感じで、ドラゴニックマインドさん、ありがとうございました。藤本博士の動画、はい、ということで次のコメント読んでいきたいと思います。大好きにゃんこさん、ありがとうございます。ツイッターで見かけて知ったのですが、ヒロプリ2話からソラちゃんの変身シーンで、頭に黄色いリボンが加わっていたんですね。気がつかなくて、驚きました。リボンはマシロちゃんが選んでくれたんですかね。マシロちゃんの左手の、黄色いシュシュと色がお揃いですよね。変身シーンにも書き加えられると、ソラちゃんにとって大切なもののように感じます。二人のやりとりの会話や表情からお互いを思う気持ちが伝わってきて、二人を見ていると優しい気持ちになれますねと、コメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、そうなんですよね、ソラちゃん、まあ元々はね、旅人としてね、そういう服装をしていたわけなんですけども、2話でね、まあマシロちゃんに選んでもらって私服を手に入れたわけなんですけども、その時に頭にね、黄色いリボンがついてるんですよね。まあおそらくマシロちゃんが選んでくれたんだろうなということは想像できるので、まあそれもまたいいですよね。マシロちゃんとソラちゃんのやっぱ関係性っていうのが多分今後ね、どん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 深まっていくと思うんですよ。序盤にも言った通り、やっぱりヒロプリって4人でプリキュアっていうよりは、2人はプリキュアプラス2人みたいな感じの描かれ方を自分はすると思っているんですよ。まあ、ハムとプリキュアみたいな感じかな、そのエミルとルールーがちょっと別チームみたいな感じの印象を受ける、あんな感じの描き方をヒロプリでもすると思ってるので、自分は。だから、やっぱソラちゃんとマシロちゃんっていう2人のこう関係性っていうのの描き方は、すごくこう、物語のその、お話のその喋ることだけではなく、そのやっぱこの黄色いリボンだったりとか、その目に見える情報でこう訴えかけてくるようなことも多いと思うんですよ。その変身シーンでちょっと今話題になってますけど、キュアスカイとキュアプリズムで、そのイヤリング2人ともしてるんですけど、そのイヤリングがその左右対称で2人つけてるんですよね。あれめちゃくちゃいいですよね。まあ別にその2人が照らし合わせてこのイヤリングつけようねって変身したわけではもちろんないですけど、でもそれを意図して変身バンクは多分作ってるはずというか、キャラクターデザインもされてるはずなので、そこをねちょっと深掘って妄想するのもオタクとしては楽しいなーなんて思ったりもして、やっぱそういうのはねいいですよね。なんか今後そういう要素が多分どんどん増えていくんだろうなーなんて思ったりして、すごく楽しみですね。うん、まあなんならソラちゃんが持ってる今手帳なんかもね、そのヒーロー手帳も、まあ今育児手帳と化してますけど、その手帳もやっぱマシロちゃんからプレゼントされたものっていうのでね、やっぱこういいですよね。と思ってますね、日々。うん、なんかでもなんかこう関係性みたいなのを深めれば深めるほど最終的に別れが来るんじゃないかっていう不安要素もあったりするんですけど、いやーちょっとね、そこら辺もね、どうなんだろうな、デパプリぐらい緩く別れてくれと思うんですけど、いつでも戻ってこれるぜぐらいのテンションでヒロプリも終わってほしいなと思うけど、いやどうなんだろうな。いやでも最後にね、ちょっとちゃんとした別れがあることで感動が強まるっていうのもあるけどね、魔法使いプリキュアとかさ、ゴープリンセスプリキュアとかさ、まあそれこそスタートインクルプリキュアとかもそうでしたけど、まあああいう印象というか、ああいう演出があってこそ最後感動が強まるっていうのもあるけど、でもやっぱり幸せになってほしいっていうのもあるから、ソラちゃんとマシロちゃんにはね、末永く幸せになってほしいなと
思いますね。いや、どんな感じになるのかな、ヒロプリ。すごく楽しみですね。うん。はい、という感じで、変なことたくさん喋ってしまいましたが、大好きにゃんこさんありがとうございました。ということで、じゃあ時間的に最後にしようかな。ですね、あらみつさんありがとうございます。藤本さんこんばんは。男子プリキュアには様々な意見があると思いますが、僕はふと永遠の友達もう使えなくねと思いました。永遠の友達には諦めない心を持つ笑顔の少女たち、吹き荒れる嵐にさえ負けない少女たちといった歌詞があります。キュアウィングが登場した今、この歌詞はある意味邪魔になってしまいました。この20周年に永遠の友達復活を密かに期待していたので少し残念です。またもしかしたら永遠の友達20周年バージョンなんてものが新たに作られる可能性もあるかもしれませんが、スマプリから戻ってきた藤本さんはプリキュアの多様化が進んだ今、永遠の友達についてどう思いますか、採用よろしくお願いいたしますとコメントいただきました。ありがとうございます。はい、ということなんですけども、そうですね、これコメントで見て言われて、ああ確かにそうだなと思ったんですけども、まあキュアウィングっていうね、男子プリキュアがまあ生まれることは今後確定しているわけなんですけど、まあ永遠の友達っていう曲があるんですよ。まあ、知らない方に説明するとですね、昔プリキュアってオールスター映画を毎年春にやっていたんですよ。最近はやってないですけど、まあ時期的に言うと永遠の友達はニューステージからだよね。デラックスではないよね、ニューステージからのはずなので、だから時系列的に言うとドキドキプリキュアの年かじゃないな、スイートプリキュアの年か、うん、のはず。スイートプリキュア、スマイルプリキュア、ドキドキプリキュア、ハピネスチャージでは使われてない、あ、違うな。スイートプリキュアはデラックス3か。じゃあ、スマイルからか。スマイルプリキュア、ドキドキプリキュア、ハピネスチャージプリキュアあたりまでか。うん。の3作品ぐらいで使われていた、まあ3年ぐらいずっと長く愛されていた永遠の友達っていう曲があるんですけど、まあ映画の曲なんですけど、あの曲が本当にいい曲で、まあ、プリキュアといえばどの曲が有名って言われれば、まあ知らない人でもやっぱ2人はプリキュアのね、オープニング主題歌なんかは皆さん挙げられると思うんですけど、結構ファンの中ではそれに次ぐぐらい永遠の友達っていうのはすごく有名な曲で、まあオールスター映画が復活するのであれば、まあ今年の秋なんかオールスター系の映画やるんじゃないかって今ささやかれてますけど、そこでね、やっぱ永遠の友達復活はすごく熱いなとか自分も実は思ってたりしたんですけど、そうですね、このやっぱ少女っていう単語が出てきてる以上はウィングが若干省かれるような感じになってしまうんですけど、ただそこはでもやっぱり自分もこのアラミツさんのおっしゃってる通り20周年バージョンとかを作れば問題ないなって思ってるし、なんならやっぱりその永遠の友達っていうその曲の中に含まれてる少女っていう歌詞に対してのそのなんて言うんだろうな、その捉え方の違いというか、まあやっぱり初代からやっぱりね、その男子女子っていういろんなその考え方っていうのはもともとやっぱ初代の頃からこう寛容に描かれてきたなと自分は思っているので、だからそこはまあ男子プリキュア出てきたから過去のプリキュアソング封印だぜっていうことは自分絶対ないと思うので、なんならまあ少女たちのままで使っても自分は全然 OK なのかな。いやでもまあやるんだったら20周年バージョンで作り直した方がいいのかな、歌詞を若干とか思うけど、なんかこう男子女子っていうよりは、まあここ数週間のラジオ動画でなんか同じようなこと毎回言ってますけど、やっぱりプリキュアっていう作品においてそういうこう考え方というか、プリキュアはなんかこうプリキュアなので絶対伝わってないと思うんだけど、なんかこうプリキュアっていう概念は男子とか女子とかっていうものでは測れないものだと自分は思うので、うん、だからそこでなんかこうあんまり不安がある必要はないのかなと自分は思っていますね。でもなんだろうな、永遠の友達復活も熱いけど自分はいっそのこと全く新しいのを作っちゃってもいいのかなって思っちゃったりもしてますね、20周年っていうので。うん、どうだろうな、どうだろうなどうだろうな、うん、復活はでもないような気もするな、個人的な印象だけど、うん、でも復活したらそれはそれで嬉しいなと思いますね。秋映画どんな感じになるんでしょうね。なんかこう
まだ何も発表されてないですけど、まあ秋映画はやるよっていうことだけは発表されていて、でそこになんかこうオールスターになりそうな一文が添えられてるんですよね。20周年作品にふさわしいうんぬんかんぬんみたいな。まあ過去のプリキュア出るか出ないかはわかんないけど、どうだろうな。でも自分オールスター作品も好きだけど、結構単独映画の方が好きだったりするんだよな。いやまあオールスター映画ももちろん好きなんだけど、オールスターズメモリーズ大名作だしね。オールスターズメモリーズめちゃくちゃ好きだし、デラックス3とかもめちゃくちゃ好きだし、なんなら自分ニューステージ3とかもめちゃくちゃ大好きなんだけど、まあでもやっぱり自分プリキュア映画で名作と言われたら、スタートインクルプリキュアの映画とか、まああとはハピネスチャージプリキュアの映画とかになっちゃうので、まああとハートキャッチプリキュアとかもかの映画、自分が特に好きなプリキュア映画ってやっぱ単独映画が多いので、いやでもどっちも見てえんだよな。オールスターでも見たいし、また年に本に戻ってくれないかなプリキュア映画。ダメかな、やっぱ負担なのかな、スタッフさん的にも。来年ぐらいからね、年に本体制にまた戻ってほしいなとか思ったりしてるけど、どんな感じになるんだろうなという感じですね、うん、はい、という感じで永遠の友達、まあ復活はでもゼロではないとは自分は思ってますね。このアラミさんのおっしゃる通り、20周年バージョンとかで復活は全然自分あり得る話だと思うので、うん、なったら面白いのかなと思いますね。どんな感じになるのか、今年の秋をちょっと楽しみにしたいと思いますね。はい、という感じで、アラミツさんありがとうございました。藤本博史の動画、はい、ということで、ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。いや本当に毎週皆さんコメント本当にありがとうございます。すべては紹介できないんですけども、すべて目は通させていただいております。コメント欄ね、ハートマークつけさせていただいております。まあなんかもう194回目ということで200回が近いですね。なんか本当に長いことやってるなぁと思いますね。毎週木曜日にね、必ず投稿して、もう200回が近いっていうのは、なんかね、本当に一重に皆さんコメントをね、毎回残してくれるおかげだなと思ってますので。自分は勝手にね、このラジオ動画、コメントがゼロ件だったらやめようと思ってるので、なんか本当にありがたい話だなと思っております。本当にありがとうございます。ということで、最近、昨今のプリキュア事情で言うと、まあ、なんといってもヒロプリがめちゃくちゃ面白いっていうのと、まあでもデパプリもまあ感謝祭も終わったっていうので、やっぱヒロプリが今すげえ盛り上がって、20周年企画とかもね、今後多分どんどん出てくると思うので、それもめちゃくちゃ楽しみですね。うん。という感じで。ではでは今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。ということで、このラジオ動画はですね、毎週木曜日の夜8時、20時に投稿してるんですけども、収録録音してるのは3日前の月曜日が最近は多いので、できれば月曜日までにコメント残していただければ、紹介できる確率はアップするのかなと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ということで、ではでは、今回はそんな感じで終わっていきたいと思います。いや、ヒロプリ毎週本当に面白いね。ということで、また来週木曜日のラジオ動画でお会いしましょう。今回の動画のお相手は藤本博史でした。ではでは。